はい、どうも、ウワイムです。はい、どうも、現在サービスエリア、エビナの方に来ております。はい。はい、まあ、今回ね、何をやるかと言いますと、まあ、僕らバンド歴も結構長い、ベテランなわけじゃないですか。はい、っていうことは、旅慣れてますよね。確かに。はい、っていうことは、まあ、いろんなことを知っています。当然。はい、っていうことは、エビナの、うん、隅から隅まで知っている。あ、もう全部わかるね。もう何十回とか。何十回とんね。ということで、今回の企画は、エビナ、はい、名物の、はい、お持ち帰りグルメトップ3を当てよう。はい、はい、もう分かった。そうですね、もう大体分かりますよね。分かったね。と、はい、いうことで、まあ、1人1品買って、はい、でここに戻ってきて正解発表して、はい、そのでトップ3を当てるまで帰りませんっていう、はい、一生帰れんよと。一発でもうすぐ行っちゃうでしょ。そうですね、もう、まあ、大体見当ついてますんで。俺ドッグラン行ってきていい？犬を持ち帰る。ホットドッグですね。うわー、高い犬。なるほどなるほど、はい、っていう感じでちょっと今回やりたいなと思います。はい、はい、それでは行きましょう。オッケー、行きます。はい、ということで買ってきました。はい、はい、それでは一人ずつ紹介。じゃあ僕から言ってみましょう。はい、もうこれ 100% 硬いです。はい、メロンパン。ああ、絶対入ってますね、これは。ああ、これ間違いないです。入ってますね、これは。どうでしょうか。おー、嘘だ。違うの。いや、これ調べた人は間違えてる。いや、マジか。だったらもう無理よ、俺。違うの？これだけは絶対硬いと思った。ね、俺はこれも硬いと思った。これってクリア、ありがとうございますと思ったんだけど。そうか。じゃあ次行ってみようか。じゃあちょっと俺、うん、こちらエビエビ焼きになります。俺は絶対テレビで見たことあるから、これ絶対入ってると思うんですよね。正解の方は。おお。ちなみに第2位ということで、やっぱ入ってましたね。はい、じゃあ次僕は絶対チキじゃん。じゃあそれ焼き小籠包2種こちら。正解はですよ、でしょうね。でしょうね。食いたいやつ選んだ。マジか。これで1個だけか。絶対当たったと思ったのに。帰れないのこれ。帰れません。帰れませんですね。本当に？はい。行くのまた。はい。また行きますね。ちょっと待って待って待って。マジ終わらんすね。とりあえず食べるの。食べようか。食べましょうか。まあ、美味しいですけど。焼き小籠包食べます。これ熱いんだろうな。お、うまい。何気に初めて食べました。エビエビ焼き。はい、それでは2周目行ってまいりました。はい、はい、じゃあ何を買ったか。でまた僕から行きましょうか。はい、そうです。僕はですね、みんな大好き唐揚げで。ああ、まあ定番中の定番です。はい、あ、食べる。マジか。まあまあないと思って。嘘だ。定番だけど。じゃあ俺行っていいですか。うん、これはそれ外したらもうわからんわ。これ外したらわかんないですね。じゃあ俺が買ってきたプレミアムメロンパン。おお。でもさ、おかしくね。こっちナンバー2でしょ。そうなんです。だって店では普通の方がナンバーワンってなってたよ。おかしいな話ですけど、ね、調べた時期かな。まあまああるかもしれないです、ね、ネットに載ってるのがちょっと前だったので、ね。はい、じゃあ僕はじゃがバター天。こんなん俺食わんけど、これもうやだ。本当にやだ。本当にやだ。食べたいわ。ちょっとマジぼちぼちお腹いっぱいだし。とりあえず食べますか。しかも結構なボリュームだよこれ。俺もらいますよ、これ。食べようか。じゃあいただきます。いただきます。唐揚げ1個。ん？ 1 個ちょうだい。1個だけなんだ。あ、そうか、そうか、1個。さすがにそんなん。じゃあ3つセットとかいうやつかと思ってた。美味しい。思ってたよりうまいし。
美味しい。なんだろう、あと。でもこのシリーズじゃないの。なんかね。か、もう一個のなんか魚パリパリにしてたやつ。ああ。それだったら意外すぎますね。あれ、あと一個だっけ。あと一個ですね。うん、ごちそうさまでした。じゃあ、行きましょう、行きましょう。行きましょう。はい、30名。はい、はい、30名。行ってまいりました。いつ帰れるんや。じゃあ、腹膨れちゃう。うん、そろそろお腹もね。じゃあ、僕行きますか。はい、お願いします。おむすび。アジのおむすび。じゃあ、早い。僕も、まあ、和也君と同じ店の、希少ってお店の、顔が出てるけど、アジのフライ、僕はまあバター醤油味を選びました。正解でしょうか。よかった、終わった。よかったけど、いや想像できないな。全然わからなかった。これはわからん、わかんないですよね。これ有名なんだろうね、多分。食べる場所ヒントいただきましたけど、全然難しいわ。マジ俺魚の好きなんですよ。だってさっきの唐揚げの方がいいじゃないですか。そう。俺さっきの唐揚げとこれ一緒に食いたかった。ああ、そうですね。じゃあいただきます。おいしい、うん、どうですか、ジェンさん。魚の味だし。あ、そうなんですね。結構バターの香り強烈でしたよね、うん、でもやっぱ大変バターの、はい、バターの味がきして、バター醤油の味がして、その奥に魚が食ってくるから、見つけたうわっと思ったんだけど、まあ、だから好きな人はこれは好きだと思いますよ。まあ、アジって結構魚っぽいですよね。あ、でもね、みんなって聞かれちゃう。身がすごくしっかりしてる、これ。あ、そうですね。フライって俺なんかもっとカリカリのイメージだったけど、身がすごくしっかりしてる、これ、うん、それがでも3位なんだ。3位ですね。まあまあ、これよくよく考えたらさ、はい、ダフ君、俺が間違っちゃったけどさ、バター醤油買ったせいで魚食える数でもバター醤油が食えない。そうなの、バターがダメ。ああ、そこに2人も魚ですね。隣にあの醤油とか俺買おうかなってこと思ってたんだけど、別に食おうと思えば食えますよ。あ、俺もだから、はい、ちょっと後で飲みながら。ごちそうさまでした。うーん、というわけで、はい、次のサービスエリア行きますか。じゃあそれまで調べとかないと。でも制覇したいですよね。次のサービスエリアまで調べておいてもらって、金と時間がすごい。まあ、という感じでね、まあ大体1位と2位は予想通りです、ね、まあまあまあ、はい、3位がちょっと全くわからん、こんな、はい、まあ、ってもらうのわからんかった。なかなかね、いろんなとこ行ったりとかサービスエリアも入れましたけど、こういうことなかなかやったことなかったんで、うん、楽しかったですね。面白かったですね、はい、ぜひね、皆さんもサービス、海老名のサービスエリア行ったらね、まあ、これ今日の参考に、買って食べてみてください。じゃあ、ありがとうございました。